雨の降る夜、僕はどうしようもなく一人でいるのが寂しくなり、目的もなく外に出た。里をひとしきり歩き回ったが気分は晴れない。剣は承知で里の外に出ることにしてみた。周辺なら問題ないだろうと考え、里をぐるっと一周しようと歩いていると、しばらく見なかった屋台が出ていた。のれんをくぐるとそこには、まだ幼く見える女性が店を営んでいた。いらっしゃいませ。ラッキーでしたね。え？このまま誰も来なかったら帰っちゃおうかと思ってました。むしろ邪魔しちゃったんじゃ。料理がもったいないですから。それもそうか。何にします？じゃあ、ヤツメウナギとおでんを任せで。かしこまりました。慣れた手つきでヤツメウナギを焼き、おでんを器に乗せ僕の目の前に置いた。これ、サービスです。いいんですか？こんな雨の日にわざわざ足を運んでくれたんですから、これぐらいはね。気づけば自然とこの女性に対し敬語で話していた。子供と言われても疑うこともない容姿だというのに、タメ口ではなく敬う言葉が出たのは自分自身驚いている。見た目以上の何か、こんな僕よりも多くの経験をしている。どこかそんな風に思えた。たまに屋台は見かけてたんですけど、いろんな人で賑わってて入りづらくて。ああ、人というかなんというか、妖怪というか。え？いえ、こっちの話ですから、どうしてこんな雨の日に外へ？危ないでしょう。それはお互いにでしょう。私は大丈夫ですから。まあ、正直なんで外に出たのかも曖昧で、寂しさみたいなのが急に心の奥底から溢れ出したような感じがしたんです。そういう時、ありますよね。何をやるにしても気持ちが整わない時。それでとりあえず歩いていたら屋台を見つけたので、この機会だから入ってみようと。だとすれば本当にラッキーですね。私、特に店を開く場所を決めてないんです。その日の気分だったり、呼ばれたり、結構いろんなお客さんが来ますから、面倒な時もあるけど。里で店を構えたりはしないんですか？こんなに美味しいのに。いずれはいいかもしれませんね。でも、今はこれで結構楽しいんです。それに他の用事もありますから。生活が充実してるんですね。それなりには、どうです？お客さんの生活は？どう？ですかね。あまりいいものとは言いづらいです。あら、訳ありで？大したことはないんです。大きな事故だとか、大きな失敗とかをしたわけじゃなくて、なんとなく、漠然と生きる意味がわからなくなってまして。お客さん、疲れてますね。え？疲れてる時ってのは、どうしようもないことを考えてしまうんですよ。疲れてるか、気づいていなかったかもしれない。心の疲れ、ですよ。体の異常はお腹が鳴ったり、痛くなったり、鈍くなったりでわかるのに、心が疲れている時は何も知らせてくれないんです。疲れた状態で疲れてない時と同じように過ごすもんだから、うまくやれてないことにストレスを感じたり、しまいには自己嫌悪に陥ったり。あなたも、そういうことが？私の場合は周りにいる方々が賑やかですし、まあ、自分がちっぽけに感じることはちょっとありますよ。そういう時はどうしてるんですか？私の場合は歌います。友達と一緒に歌ったりするんですけど、時間と場所を考えないとうるさいって怒られちゃうこともあります。それでも歌っちゃうんですよ。ぜひ、聞いてみたいものですね。機会があればね。そういうストレスを発散できるものが僕にもあればいいんですけど。昨日と違うことをしてみるとか。例えばどんな風にです？朝食を米からパンに変えるとか、一杯目の飲み物をコーヒーにするとか、目的地に向かうとき、普段と違う道を歩いてみるとか、何気なくお店の人に声をかけてみるとか、鈴なんで普段は見ないような本を借りてみるとか。確かに、ちょっと面白そうですね。意味を深く考えない方がいいときもあるんですよ。でも、失敗したりはしたくないですよ。人も80年生きれば失敗しますよ。酸いも甘いも知ることが、豊かな人生なんじゃないですかね。まあ、200年生きたって人生の意味なんてわかんないもんですよ。この女性からは不思議な説得力を感じる。200年も生きていないのに、まるで200年見てきたかのような説得力。はっきりとした答えを教えてもらったわけじゃないけども、僕のこの鬱屈とした心に小さく光を見せてくれた。雨が降り、星が見えない寂しい夜の散歩が、不思議な出会いに繋がった。雨、止んだみたいですね。そうですね。少し、歩いてから帰ります。今日はありがとうございます。いえ、こちらこそ、また来てくださいね。しばらく歩いた後、里に戻る前にもう一度屋台の方見てみると、すでに別の客が入っていた。だから、取ってないんだって、借りただけだから、人の許可なしに借りるんじゃない。じゃあ、妖怪相手だったら問題ないな。たく、面倒ごとだけは起こさないでよね。寂しさに誘われた雨の散歩。もし、散歩をしなかったら今頃僕は何をしているだろうか。いや、そんなことを考えても仕方ない。明日は明日の風が吹く。もう少しだけ気楽に生きてみよう。